自らが優れた模範となって周りの人に刺激を与えてくれるリーダー、そんな日本のリーダーをお迎えしてお送りするリーダーズボイス。このコーナーでは毎回多種多様な職業の方にお話を伺っていきます。今週のゲストは元プロ野球選手で現在野球批評家をされている愛子武さんです。よろしくお願いいたします。お願いします。もうお会いできて光栄でございます。はいはい、と言いますのも、私以前タイトルがでも俺に合ってないよね。はい、リーダーですよ。でも日本のリーダーでお願いいたします。でもね、以前私神奈川のテレビ局に勤めていまして、うん、はいはい、でもう毎年高校野球取材してたんですよ。あ、もうスタンドも走り回って、はいはい、で横浜高校のスタンドももう何回も取材して、うん、OB の方とか、うん、ファンの方とかいろんな人に取材 したんですよ。でもう取材するたびに必ず名前が上がるのがもう愛子さんの名前だったんですね。あ、もう名前が珍しいからね。いやいや、もう私が取材してたのでもう10年とかもう10年以上前のことになりますけど、俺でもその頃よく応援に行ってたよ。はい、そうですか。見たことない。お会いしたことなかったですね。ああ、はい、なのでもう愛子さん愛子さんってもういろんな方から名前が上がるので、 いやもういつかお会いしたいなと思ってたんです。俺だってその神奈川のね、はい、テレビによく抜かれたもん、はい、もうね神奈川の OB とかね抜かれますもんね、中継でね。はい、そうなんですよ。いやもうでもそれぐらいやっぱりその1980年のあの夏の甲子園はとってももうファンの方たちにとっても、うん、OB の方たちにとってももうインパクトのある出来事だったんだなと思います。あの時代が一番甲子園ブームだったね。うん、うん、そうでしょうね。俺らの後、まあ、俺前原さんとか、うん、ね、佐田岡さんとか江川さんとか、うんうん、ああいう時代から清原なんかの時代ぐらいまではもうブームだよね。うん、まあ、そっから、まあ、松坂までかな、うんうん、でそれ以降ちょこっと下火になったんだけど、うん、ね、ハンカチ王子が出てきてまたちょっと盛り上がってっていうのがなんかね、はい、うん、流れだけど、そうですね、うん、はい、さあそんな愛子さんのプロフィール、まず私からご紹介させていただきます。うん、愛子武さんは1962年生まれ、神奈川県逗子市出身、現在61歳。横浜高校時代は夏の甲子園に2度出場され、甲子園のアイドルとして絶大な人気を誇りました。1980年にドラフト1位でロッテオリオンズに入団。1984年、投手から野手に転向し、1989年には打率3割をマークされて、一塁手としてゴールデングラブ賞を獲得。535試合連続フルイニング出場はパリーグ記録です。1996年に中日ドラゴンズに移籍されて、2000年に現役引退。現在は野球評論家やコーチとして活躍されています。うん、もう高校野球ファンなら誰しもが知る愛子さんですけれども、もう甲子園に愛される、もう名前がまず ね素敵ですよね。もう甲子園に立つべくして立った悪友さんが、はい、優勝した時に、うん、なんかその新聞スポーツ紙の一面でなんかそれを言ってたのね、はい、うん、と伺いました。はい、甲子園での活躍を見て言われてみて、ああそうなんだ、確かにそうだなっていう、はい、愛しの甲子園っていう歌を書かれたって、はい、伺いました。うん、いや素敵ですよね。で神奈川県の真ん中あたりにその愛子郡ってありますけれども、あそこはね、愛子はねもう一族なんで、うん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 、あそこが発祥地なんですよね。ルーツがそこにあるんですよね。 うちの、うん、ルーツというか一族はもう鹿児島。あ、そうなんですか。もうね、俺一族本家の今46代目ぐらいになるのかな、の方ともすごい仲いいんだけど、その本家の墓参りとか行くけど、もう900年ぐらい前の墓石とかあるよ。すごいすごい、県の文化財みたいになってる。すごい、そうなんですね。そう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 。で愛子さんご自身は神奈川県の逗子のご出身なんですね。そう、俺はね、うん、子供の頃からそのスポーツっていろいろされてたんですか。うん、ほとんど野球なんだけど、小学校3年生からリトルリーグ入って野球やってたんだけど、うん、はい、部活でサッカーやったり、あと機械体操、
器械体操も、うん、マット運動とか鉄棒とか、そう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 、大車輪やって手離れて飛んで、それでやめた昔なんてそんなマットがないじゃん、砂場だからさ、はいはい、大車輪ができたんですか。でもいやいやいや、もう普通に普通に、うん、じゃあもうそもそものその運動能力というか運動神経があったんですね。あ、もうね、勉強する時間があれば運動してたね、うんうん、勉強する時間は全部運動に当ててたんですね。そうそうそう、うん、なるほど。で野球はじゃあ小学校3年生からそのリーグに入って、そう9歳からやって、はい、で中学校は学校の部活。それ始めるきっかけは自分でやりたいって僕のね兄貴がいて、はい、まあまあ俺あの母子家庭なんだけど腹違いの兄貴で、でその兄貴があの足が悪くて障害者だったんだけど、うんうん、野球が大好きで、はい、でなんか俺を野球選手にしたかったみたいで、お兄ちゃんの意向があったんですね。毎日夜夕方兄貴相手にキャッチボールやってたのが、最初かな、うん、そっからやってみたら、あ、面白いぞっていう。でね、俺が子供の小学校の頃っていうのはもうそれこそあの巨人大砲卵焼きって言われるぐらいの時代で、はいはい、もうあのテレビつけたらジャイアンツ戦、うんうん、で巨人の星が始まった頃だったから、はい、もうやっぱそれ見入って、うん、やっぱ野球っていう風に。みんなやってましたか、周りも。あのね、今なんか多分ありえないんだろうけど、学校終わって家帰って、はい、あのグローブとバット持って小学校のグラウンド行けば誰かしらいるから、そこで試合が始まるみたいな。もう試合できるぐらいもう人数が集まってた。そういう時代だったよね。そうなんですね。もう今じゃね、公園行ってもここはもう野球しちゃいけませんよ、ボール運動ダメですよなんていうところも多いじゃないですか。多い多い本当に、ねえ、なかなかそのできる環境っていうのもね、今ね限られてますよね、うん、今ね。で横浜高校に入学されるということになるんですけれども、うん、もう横浜高校の野球部というと、うん、もう小中学校でそれこそもう神童と呼ばれていた子どもたちがこう集まってくるというようなイメージがもう私なんか取材しててあるんですけど、愛子さんの時代もそんな感じでしたか。いや、まあ野球うまい不良しか集まんないと野球うまい不良がつくんですね昔はね、よくね、あの今なんか不良とかって言うと、うん、みんな笑うかもしれないけど、はい、昔はね不良の方が運動神経良かったんだよ。なぜですか。いや何なんだろう、分かんないけどだからその勉強できない鬱憤を晴らすためにみたいな感じで、はいはい、スポーツやってるやつとかも多かったし、うんうんうん、特に野球やってるのは本当中学校のあの野球部でも先輩なんか不良しかいなかった、ね、でもそうやってこうやんちゃしてる人たちも、うん、野球となるとやっぱりちゃんと練習するんですか。中学校は適当だったね、うん、週1回だもん。ああ、そうなんですね。だから校舎のガラスに向かってティーバッティングやっちゃうから大変ですね今やったらね、うん、そうなんですね。でも高校はでももうガチガチよ。そうですか。もうでも縦社会が厳しい学校だったからねいや横浜高校の野球部ってもう伝統もありますし、うんうん、相当練習もきつかったんじゃないかなと思いますけれども、うん、どんな練習がありました。いや、どんな練習っていうかね、俺入った時、うん、まずね中学の夏休みに横浜高校の練習に参加呼ばれて参加したのね。それは何か。たまたま中学校の大会で、はい、投げてる時の審判をやってた方が、うんうん、うちの高校の渡辺監督さんと仲が良くて、はい、あ、なるほど。で逗子の、はい、こう俺久木中学校ってとこなんだけど、久木中学校にこんなピッチャーがいるよっていう話をしてくれたらしくて、うんうんうん、で学校に電話あって、でじゃあもう練習参加、その時にそういい選手がいるって、で練習参加してピッチング練習とバッティング練習やったら、終わって、でもう終わったから着替えて帰ろうかなと思ったら渡辺監督さんが来て、あの何も心配いらないから家へ来いって一言その場で言われて、でもその場でお願いしますっていう。へ、うん、あの渡辺監督のなんかインタビュー記事で、うん、もうその愛子さんの初めてのその練習を見て、もうこの選手は天才だと思ったっていう風におっしゃってたのを見ました。でも本当にそういうのがあったんでしょうね、ビビッとくるものが。
どうだったんですかね。ただね、渡辺さんはその時ね、監督は小倉さんだったんですよ。あ、渡辺さん部長さん で、はい、で入って6月ぐらいから監督さんが変わった渡辺さんだったんだけど、うん、はい、もうね、小倉さんがピッチャーでもう絶対育てようっていう思いがあったらしくて、うん、渡辺さんはなんかバッターっていうイメージがあったらしいんですよ。あ、そうなんですね。であの3年生のあの、まあ、レギュラーでもない3年生を1人俺にくっつけて、うん、もうみんながもう最後ランニングして終わりっていう時まで俺はブルペンでノックを受けたりとか別メニューでやらされて、へへ、うん、野球わかる？ルール、ちょっとわかります。ちょっとわかる。簡単なスコア送りバントってあるじゃん。あります。はい、俺ね、初めて勝った試合が、はい、日大日吉高校の招待試合だったんだけど、それであの先発して初勝利が練習試合が、はい、初打席もその試合だったんだけど、はい、もうバンいきなり送りバントのサインだったのね、はい、で送りバントしてなんだけど、まあ、失敗したら絶対先輩に説教されると思ったから、はい、もう必死になってバントして、うん、あよしって転がってよしと思ったら俺、はい、ファースト走るの忘れてベンチ戻っちゃって、いやもうそのぐらい緊張してプレッシャーがとにかくバットに当てることだけ考えてたんですね。多分野球やってる子小学生でもバントしたら普通走んじゃん。走りますね。俺もバントすることしか頭になくて思わずベンチ帰ったら結局怒られたんだけどね。そうですか。そのぐらいもうあのプレッシャーの強い学校だったよね。へえ、うん、でもその高校で厳しい練習を積んだからこそ、うん、見事花開いて甲子園に2回立つことになるわけですもんね。紆余曲折が3年間あったし、はい、あのうちの高校って合宿所はね、はい、あの自由時間が30分しかなくて、はい、でもう1年生の時なんてもう3年生1 2年生のあの使いっ走りで買い物するので終わっちゃうのね。なるほど。であとテレビ見れない、はい、で雑誌なんかも見れないじゃない、うん、だから世の中がどうなってるか分かんないから1年の時に甲子園出たけど、はい、どういう風になってるのかが分かんなかったんだけど、あ、世の中の状況が全く分かんない。全然分かんない分かんない。で、結構騒がれてるっていうのが、はい、取材とか来てやっと分かってなんだけど、やっぱなんかいきなり1年生で投げて帰ってきて、うん、帰ってきたら急に秋の大会ぐらいからもう肩と肘が痛くて、投げれなくて、もうそれだけ使いすぎて疲労してたっていうことですか。そうそうそう。俺こう、まあ、ラジオだから見えないだろうけど、これ肘曲がってる。あ、今右手と左手こう合わせていただいたんですけど、そう、俺左のところの肘がまっすぐにならない。高校1年生で曲がっちゃった。それだけ酷使されてたんですね、うん、だけど痛いって言えない時代だから、で我慢して投げて国体で打たれたら天狗になってるって言われて、はい、誰からですか。いやもう周りの3年生とか2年生、それでもうそれが嫌で合宿場脱走してみたいな、はい、それあの渡辺監督が迎えに来てくれたんですよね。そうでそこからあの寮ではなくて監督の家に下宿してたんですよね。ジャイアンツ行った安西っていう、はい、そうもう2人だけじゃ下宿っていう形で、それであの家の電話を勝手に使いまくってたら怒られなかったですか。いや料金が10万ぐらいになって、いやめちゃめちゃ監督の奥さんに怒られたそりゃそうですねいやでも愛情深い方ですよね渡辺監督もね。いや監督さんはね、うん、あの野球を教える能力がとてつもなく高いかっていうと、うん、技術的な部分ね、うん、それはそんなに俺ら教わったことがないの、うんうんうん、ただなんだろう、こう選手をこういい方向へこう向けていく能力っていうのはもうものすごい長けてる、うん、人を育てるっていうところですかね。そうそう、うん、なんかその渡辺監督から言われたことで、うん、今でもこう覚えていることって何かありますか。渡辺さんはね毎回俺に我慢しろっていうことをすごく、我慢しろ、
もう試合中でも我慢しとけ、もうここを我慢しとけば絶対に勝てるからっていうのを常に言われてた、うん、じゃあ何かこう辛いこととか何かにぶち当たった時にやっぱりその監督のここでとりあえず我慢しておけっていうのは何かこう支えになった場面もありました。いやもうプロ入ってもやっぱりすごくそれは、うんうん、プロはプロでやっぱりいろいろあるんで、うん、我慢しなきゃいけないことが多かったんで、うん、やっぱ我慢する能力っていうのはすごく培ったかなっていう、うん、でもね俺の親もそうだったの、うん、親も厳しかったから我慢しろっていう。そう俺野球やめようと思ってたから1年生の時、それで監督さんが家来て、うん、で親がお袋がいて、うんうん、で野球やめたいのはやめてもいいよって、だから私の質問に答えられたらやめていいよって言って、はい、お袋から、うん、お前から野球取ったら何が残るんだって言った時に考えたけど何も答えが出なくて、ほれ見ろって言われて、だお前野球しかないんだからやりなさいっていう。いやーそういう場面でその一言がいるお母さんすごいですね。単純に野球バカなんだよ他やってきてないから。いやいや、あなたも勉強一生懸命やってたら勉強があるよとか言えるけど、うん、野球しかなかったから、へえ、うん、じゃあそのお母さんの言葉そして監督の言葉もあって、うん、で、うん、甲子園の大活躍もあって、うん、でドラフト1位で当時神奈川県川崎市が本拠地だったロッテオリオンズに入団ということになるわけですよね、うんうん、まだまだお話尽きませんけれども後半では愛子さんの現在の活動についても伺ってまいります、はい、どうぞよろしくお願いいたします、はい、リーダーズボイス今週は元プロ野球選手で現在野球批評家の愛子武さんにお話を伺っています。改めてよろしくお願いいたします。はい、お願いします。愛子さん現在子どもたちに野球を教える活動もされてるんですよね、うん、まあちょっと名前は出せないですけど某中学校をメインに今教えてまして、うん、はい、あとは、小学生高校生、うん、であとは社会人野球のクラブチームの方の、まあ、あの監督補佐ということで教えてはいますね、だから大学生だったり、はい、はい、野球を、ね、うん、ご自身がずっとプロ野球で長くされてきて、うん、でまた今指導っていうことになると、うん、どうでしょう、どんなところを一番こう伝えたいなと思って。俺はあの、まあ、技術を教えるのは当然プロで20年もやってたから当たり前のことなんだけど、それよりも子どもたちとどういうふうにコミュニケーションを取るかっていうのはすごく、うん、今の野球少年たちってどうですか。面白い。面白い、どんなところが、うん、あのね俺結構、まあ、親の前でも平気でケツ蹴飛ばしたりとか、頭引っ叩いたりとかデコピンしたりとかやってんだけど、はい、でも親喜んでんのよ。そうなんですか。今問題になりそうですけど、実は、自分たちが家でできない子供に。あ、でも確かにこう、うん、叱れない親、怒れない親が増えてるっていうのはよく聞きますね。ただね、子供たちも、俺が冗談で、はい、俺にケツを蹴られなくなったら、うん、終わりだよって冗談で言うのね、はい、うん、お前がもっと上手くなるなと思うから俺はやるんだって言うと、うん、次の日になると自分からケツ出してくるんだよねで冗談で、はい、これね全部のとこで言ってんだけど、うん、結構もう流行り文句になっちゃってるんだけど、血が出なければ怪我じゃないっていうなるほど。だから子供らがさ、はい、なんかこうちょっと痛いとかってなんかやってて、はい、みんながわーっと集まって中学生になって、うんうん、でこうパッと見て、あ、大丈夫大丈夫、血出てないから怪我じゃねえよそれとかってまあね、怪我には気をつけてほしいですけれども、うん、でもなんでしょう、やっぱりそのあたりも、うん、その愛情がちゃんと伝わってるかどうかっていうのは大きいですよね。これは俺の、まあ、勝手な持論なんだけど、これね自分が経験したからなんだけど、金田さんが監督、はい、プロの時にヘッドコーチに言ったことあるのね。金田さんがものすごい高度な難しいことを要求するのね、はい、だけどそんなもん無理だっていうことなんだけど、うん、だけどね、
昔の選手はこうだあだっていう感じの言い方をするから、はい、あの言ったことあるの、はい、俺らは監督の目線までは背伸びしちゃって無理だから、うん、監督が目線下げてくれないと理解してもらえないっていう話をしたら、うん、その時にヘッドコーチがそれを俺から監督に言えないみたいなじゃあやめろとかつって言ったんだけど言えねえなだから俺は今子供らと、うん、そのまあ社会人の子もいれば大学高校中学小学校って言って、はい、そこの目線まで自分を下げていくっていう、うんうん、なるほど上からものを言うのではなくてそうそうだから結構中学生にいじられるもんあそうですか、うん、あでもそういう関係性っていいですねただあのうまいことこう一線を、うん、だからみんなが必ず思ってるのが俺を怒らしちゃダメだとは思ってる、うん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 、だけどちゃんとやってればこうもうなんか友達感覚じゃないけど、うん、だから一生懸命みんななんかあの練習やってる動画を送ってきたりとかもう毎日、うんまあ、メリハリっていうことですよね、うん、それはすごく気をつけてはいるへえ、うん、あのプロ野球でその学んだことの中で、うん、今これがこう子どもたちに指導する上で生きてるなって思うことってどんなことですか？あのね、なんだろう。これでもね、正直言うとアマチュアの野球ってトーナメントじゃない？はい。だから実はアマチュアの野球の方が難しいのよ。もう一回負けたら終わりですもんね。プロって144試合今だとね、うん、俺らの130試合だけど、うん、負け試合を作れるっていう野球だから、ああそう考えるとそうですね、全然違いますよ ね、 いやだからね、アマチュアの野球をプロ的な感覚で教えるのってすごくね、うんうんうん、間違いが出やすくなる、はあ、もうこの試合に勝たなきゃいけないっていう、だから俺は結構それをもう一生懸命まあやりながら勉強してって、かそこのチームの監督なんかとこうコミュニケーション取って、こういう野球をこのチームにはやってったらとかっていう、だからその中学校もやっと3年目にして都大会で優勝したりとか、この間東日本でも優勝したんだけど、うん、だからあのかといってじゃあその野球がプロとしてはどうかっていうとまたちょっと、うん、あの違いがあるから、だからそこの違いをちゃんと理解して教えないと難しいかなと、その指導者の方ってどうなんでしょう、元、ね、そのプロ野球選手で指導者になってる方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、うん、その違いってやっぱり意識して教えてるんですか？いやだから成功してる指導者っていうのは、例えば智弁の監督なんかで元プロ野球選手だったりとか多いけど、やっぱそういう人っていうのはやっぱりプロとは違うんだっていうところが多分分かって指導してるだろうし、それを子どもたちに、だからプロ野球選手はこうやってるからとかっていうことを言ったって、それはプロ野球選手だからできることであって、なるほど、だからこうちゃんと段階を経て指導していくっていうのが一番大事かなとは思う。今の子どもたちで言うと、うん、やっぱりその憧れっていうと大谷翔平選手とかっていう名前が上がってくると思うんですけど、愛子さんどういうふうにその子どもたちをこう導いていくんですか？憧れの選手ってこう名前がね、有名な選手上がると思いますけど、うん、大谷翔平みたいになりたいですっていう少年が目の前にいたら、うん、どういうふうにアドバイスします？これね、大谷翔平みたいになりたいっていうのは、うん、正直言えば無理無理でもそれはちゃんと言う親に、うんうんうん、ただ自分の体に合った形を覚えれば、うん、必ずいい選手になれるよっていう、あの大谷ってもう特別だから、体もからしても、まあ、努力もすごいだけど、はい、特別だから、だからやっぱりそこをいくら大谷のスイングを真似したからってじゃあ打てんのかっつったら無理、うん、あの体だからできるスイングであって、うんうんうん、だから自分に合った形をまず覚えていくっていうことが一番大事なんで、それはすごく気をつけて教えてはいるけどね、うん、じゃあもうそうなるとその個々の選手 の、 とその体の特徴も含めてしっかり見ていかないと、やっぱりそれぞれ の、 その個に合った指導っていうのはなかなか難しいですよ ね、 これはねプロでも言えることなんだけど、うん、一貫性を持っちゃダメなのね、うん、
こうやって振りなさいっていう一貫性があると合う合わないが出てくる。なるほど。体の作りだったり。そうですよね。基本はこう打つもんだって言ってもそれがやっぱりね、 ある程度の基本はあるんだけど、はい、そこにプラスアルファ、うん、その子の体に合ったスイングっていうのがあるから、うん、だから野球って個の集まりだから、はい、だから9人がこれねよく言うのね、9人中8人が10点でも、うん、1人が6点だと6点のチームになっちゃうね。うん、そこに下がってちゃうんですね。だってさ、うん、セカンドの子がさサードのプレーを補うことできないじゃん。そうですよね、うん、それぞれのポジションできっちり役割がありますもんね。だから自分のやるべきことをちゃんとやれるように頑張ろうねっていうことは教えるし、あとは指導の中で気をつけてるのは、この子は引き算で教える、この子は足し算で教えるっていう、そのプラス引き算足し算引き算で、要するに無駄を省いていかなきゃいけない、引き算で教えなきゃいけないこと、はい、ある程度基本的な俺が思ってる基本ができてる子には足し算で技術を教えていくっていう、その無駄がある子に足し算してってもいい形にならないから、うんうん、だからそこはね見極めていくことはすごく大事にはしているよ。それは練習を見ていて、そうそうそう、あこの子はこういうタイプだなとか、うん、この子はじゃあちょっと引き算で教えた方がいいなっていうのはもう見てすぐ分かるんですか？うん、まあ分かる。へえ、うん、その見極める目っていうのもすごいですね。あだからこれはもうやっぱりたくさん見て覚えるしかないことだから、うん、でもそうやってちゃんとその自分に合った指導法っていうのを教えてもらった子どもたちは、うん、やっぱりあ信頼できるな、ちゃんと自分のことを見てくれてるなっていうのを実感できますもんね。うん、なんかこれは手前味噌的な話になっちゃうけど、今教えてる中学校の3年生のうちの5人は特待生だ。特待生、高校特待で、すごい、うん、へえ、頑張ったんですね。その代わり子供だけど、はい、きちんとトレーニングもさせて。例えば中学生のトレーニングってどんな？いやもう俺4年生から教えてる子なんて、はい、今そこの中学にいるけど、はい、今もう今度今まだ2年生で今度来年3年生になる子だけど、はい、もうベンチプレス70キロぐらい、体まだ162、3しかない、それ大丈夫なんですか？あ全然大丈夫。そうなんですね、うん、怪我したりしないんですか？だから体小さいけど普通の球場でホームラン打つよ、はい、うん、すごいですね。だからもうその子ともう一人2年生の子は、はい、もう某有名学校から、はい、もうここのポジション開けとくからうちにくださいって言いに来てる。へえ、うん、すごいですね。でもそれもやっぱりその正しい知識に基づいて正しいやり方でやっていけばちゃんと上手くなるし怪我もせずに、そうだね、だから高校行って俺よく言うのは高校って2年半しかないのね野球は、うんうんうん、4月に入学したら、はい、だから2年半高校行ってからじゃなくて、うん、高校行くまでにしっかりやって、うん、中学校の時代が一番3年が一番大事だと思ってるから、だから中学校でしっかりやって1年生で行ってすぐ勝負ができるっていう体にしようっていうこと、技術もそうなんだけど、うん、じゃあ小学生のうちはしっかり体作りをやるんですね。そう、うん、そうだね。でもねやっぱね自分が強くなってったのが実感してくると子供たちって言わなくても一生懸命やる、はい、今の子ってでもね全然俺らの時代と変わんないよ。そうです、親が変わっただけ。親がどう変わりました？親が甘くなってまあだってさ怒れないっていうところにもつながりますけど、もうさ擦り傷で病院連れてっちゃうような親がいるんだよ。唾つきとか治るよぐらいの傷をバイキン入ったら大変だとかっつって言って病院連れてっちゃってまあね今いろんな情報がありますからやっぱり不安になっちゃうんでしょうね。そうそう、うん、でもね子供を教えていく上で一番大事なのはね親とのコミュニケーション、うんうん、親に信頼してもらえれば、うん、ほぼ大丈夫。親の信頼を得ることができれば、ね、そこで親御さんももう安心して。ただねこれねそういうのもありがたいんだけど、はい、
なんかね、もうお礼ですとかって言っていろんなお菓子とか持ってくんだけど、うん、甘いもんばっか持ってくんだよね、はい、甘いもんお好きじゃないんですか。いや嫌いじゃないけど、いやこんないらねえよっていうぐらい時々ねしょっぱいものもね混ぜていただいて、ね、あのねこれね、まあ長くなっちゃうからあれだけど、はい、端的に言うけどね、面白いよ子供たち。どういうところか。あのね、ミートボール食えないって子がいたので、お母さんが無理やり弁当かなんかに入れてきて、はい、で俺が食えっつって言って口の中に2個ぐらい詰めて食わしてたんだけど、はい、ところでお前らよって、あのミートあの肉って英語でなんて言うんだって中学生に、うんうんうん、したら一人があのあれビーフですって言い出したの。さ向こうの方でその1個下の2年生が、うん、何言ってんですか、ステーキですよって面白い。面白い。それでさ、教え子の子がさ2年前にさ、はい、アメリカにおばあちゃんがいてアメリカの高校へ行くってなったのね、はい、で英語の勉強一生懸命してたのだけど、ヒアリングをお前ちゃんとやんないとアメリカ行っても、うんうん、文法ばっか勉強しても、うん、あのダメだぞって言ったら、うん、ヒアリングって何ですかとかって言って、うん、お前ヒアリングも分かんねえでアメリカ行くのかっていう話をしてたらあのそのさっきステーキだって言ったやつが、はいはい、あのお前ら本当英語ダメなのさ、いや僕得意ですよっていうの、うん、じゃあヒアリングって何だっつ、あの化粧品に入ってるやつですよねと、それヒアルロン酸なんで可愛いですね子供たち。俺ね毎日そんなやつをね毎日相手にしてんだよ。大変だよ。でも鍛えられますね、指導者もね。でも楽しいでしょうね本当に。いやでもいいですね、なんか俺らの想像の斜め上だからさね、とんでもないこと言いますけど、まあでも可愛いですよね、うん、でそういう子たちがやっぱり野球が好きになって伸びていくとやっぱりやりがいにもつながりますよね。まあ俺はあの本当にあの俺が育てたどうのこうじゃなくて、うん、そのやっぱ自分が甲子園行ってこんなすごいところなんだっていうのを自分で実感したから生かしてあげたいって思うから、うん、やっぱそのためには自分が本当中学校の時これだけやっとけばよかったなって、俺中学校なんて週に1回しか練習やってなかったから、うん、だけど今の子たちは毎日できるから、だからあのこうやってやれば甲子園に行けるようになるぞっていう、中学校行って甲子園に行けるようになるよっていうことを言うと、うん、親も一生懸命、子供も一生懸命で、うん、だから甲子園で出て活躍してくれるのを見たいなっていう、うん、まだ教え子が甲子園の地は立ってない、惜しかったのがいるのよ今年。そうなんですね本当に地方の学校行った子なんだけどね、うん、じゃあ夢ですねそこもね。そうだね、それで、うん、まああのプロ野球選手になってくれたらありがたいかなって、いやーそんな姿が見られたらいいですね。粘土の柔らかいうちに教えるのって楽しいよ、うんうんうん、いろんな形になってくれるから、ね、うん、プロ野球選手なんて教えたって面白くないから出来上がってるもんだからさまあそうですね、伸びしろっていうことで言うとね。そうそう、プロ野球選手なんてさ、はい、のコーチなんてさ、うん、あの教えてさ選手が活躍したらさ、うん、選手のおかげみたいな感じで、はい、で跳ね返ってくるの全部選手のとこじゃん、うん、お金なんて、ね、はい、コーチなんて何も返ってこないんだからそうですよね、やっぱりその人を育てるっていうのはね、うん、楽しい楽しい、うん、本当にそうですよね、うん、はい、社会人野球クラブチーム東京メッツでコーチもされているということで、うん、そうです ね、またここからもね有名な選手が出てくると、あの ね社会人にうちから育って社会人行ったり、はい、独立リーグへ行ったりしてる選手何人も、ああそうですか、うん、いるんで、みんな頑張って、うんうん、ね、そういう自分がね関わった選手たちがそういうところでこうスポットライトを浴びるっていう姿を見るっていうのもね、そうそう、俺の楽しみはもうそれだけ、うん、さあそして愛子さん今、はい、YouTube のチャンネルもお持ちなんですよね。そうなんですよ、はい、野良犬チャンネルというね、はい、もうちょっとあの他の OB たちがやってるチャンネルとはちょっと一線をあの引いてあの私もいくつか拝見しましたけれども、はい、もう NG なしなんですかあれは。あれでも、はい、カメラマン担当してる編集してるやつが、結構ぶった切ってんの。あ、そうですか。ダメです。結構ギリギリのラインをこれは流せよって言うんだけどダメですとか。攻めたトークしてるなと思いながら。ただ結構まあ
長いこと生きてるから、いろんな人が、はい、いるん、友達っていうか知り合いでいるんで、はい、うん、芸人さんだったりとか、だから野球に特化しないでやろうと思って、うん、はい、いろんなねジャンルの方もねゲストに、そうそう、来たりとか、とデーブ大久保さんとか、ね、まあデーブなんかはまあ野球だけど、はい、甲子園の決勝で戦った荒木大輔さんもね、そう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 いらっしゃってましたね、うん、はい、あと私横浜高校のその後輩の音坂友選手、うん、はい、この間出ていたのも拝見しまして、私も音坂選手取材してたのでちょうどあの時代に、はい、懐かしく拝見しました。うちの高校もほら YouTube 出てもらったけどさ、うん、レスラーの鈴木みのるだったりとか、はいはい、いっぱいいるんだよね。だから今ボクシングのさすごいチャンピオンの大橋尚弥いるじゃん、はいはい、あそこのジムの大橋ジムの会長は俺の2つ下の後輩だから、はい、あ、そうですか。そう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 、もう横浜高校のそのつながりだけでも永遠にできそうですね。あ、そうそう、いろんなのいるから ね絶対つながっちゃダメなよ社会へ行ってるやつもいるしね、これからの広がりも楽しみにしていますけれども、そうですね、はいはい、最後にですね、はい、愛子さんのこれからの夢展望、うん、ぜひお聞かせください。あ、まあ今ね自分も一生懸命